福北豊線。福北豊線は、福岡県北九州市八幡西区の黒崎駅から、織尾駅、桂川駅を経由して、同県福岡市博多区の博多駅までの 66.6km の区間に付けられた、九州旅客鉄道、JR 九州の運転系統の愛称である。二千一年、平成十三年十月六日に、筑豊本線の折尾駅桂川駅間、 および、笹栗線全線の電化に合わせ、福岡市、福、北九州市、北、築豊地区、豊を結ぶ線ということから名付けられた。正式な路線としては、以下の3路線4区間にまたがる。おおむね直方駅を境に運行系統が分かれる。朝夕の一部列車は、直方駅を直通する。日中は、快速と普通が運転されているほか、誘導列車として、 直方駅博多駅間で明さに下り、夜に上りの特急、海洋が2本ずつ運転されている。詳細は海洋の項を参照されたい。編成量数は最大7両編成で2018年3月17日のダイヤ改正現在以下の列車が7両編成で運転されている。いずれも区間内のすべての駅に停車する普通列車である。直方市 飯塚市での花火大会などのイベント開催時は、直方駅から新飯塚駅、飯塚駅、桂川駅間で臨時列車がシャトル運行される。また、博多祇園山笠の追い山、7月15日でも観客輸送のための臨時の普通列車が博多山笠号として、直方駅博多駅間で一本運転される。ワンマン運転の普通、快速列車は2両編成では、 2006年3月17日まで、無人駅及び、有人駅での営業時間外の停車時に関しては、前の車両のドアのみを開き、中扉は開かず、後ろ乗り前ぶり、乗車時には整理券を取る必要があったが、翌18日のダイヤ改正後より、駅で運賃収受を行う都市型ワンマン運転方式に変更したため、すべての駅で列車のホーム側のすべてのドアから、 乗り降り出るようになった。また、2007年3月18日のダイヤ改正より直方駅博多駅間では813、軽電車による列車がワンマン化された。2016年3月26日のダイヤ改正より直方駅博多駅間における817、軽電車を用いた4両編成がワンマン化された。ただし、運用の都合や、 ダイヤが大幅に乱れた場合、車内検察等で車掌が乗務する場合がある。笹栗線の前線、及び、筑豊本線の桂川駅、飯塚駅間は、単線区間であり、鹿児島本線博多駅、吉塚駅間の福北豊専用線路も、単線運用である。1991年、平成3年の赤い快速の設定当初に交換設備が増設されたが、 おおむね一線スルー化などの線形改良は、なされていない駅が多く、一線スルーは、ユス駅、長蛇ヶ原駅、黒原駅のみ、駅手前での分岐器通過制限により、45時速 60km 程度への減速が必要であるため、優等列車の運行上は大きなタイムロスとなっている。特急、開良が設定されているが、その運転時間は、停車時間を除けば、 快速と大差がない。飯塚駅、オリオ駅間では伏線であり、平地でもあることから、線形はやや良好である。快速列車は電化当初、博多駅直方駅間快速で公設の、駅一覧の快速通過駅に加え、以下の3種類の停車駅パターンのものが存在した。二千九年、平成十一年三月十四日のダイヤ改正より統一され、べての快速が、 生津田駅と浦田駅に停車し、勝野駅を通過するようになった。2015年、平成27年3月14日のダイヤ改正で快速が輸出駅停車となり、同時に平日の全快速列車と休日の快速列車のうち15本を3両編成か、一部の普通列車が黒原駅を通過するようになった。快速の本数を普通列車よりも多くすることで、 勝野駅など利用者が少ない駅への停車本数を減らしている。その後、2018年、平成30年3月17日のダイヤ改正で、日中の博多方面からの普通列車が、飯塚駅折り返しとなったことに伴い、日中の快速の半数が、再度勝野駅に停車するようになった。ただし、鹿児島本線や大村線のように、区間快速は設定せず、 快速の追加停車の形をとっている。2007年、平成19年12月より、年末の忘年会シーズンや3月から4月の、乾燥迎会シーズンの金曜日の深夜に、最終列車の後に、博多発直方行き、2007年末の初設定時は、笹栗行きの臨時普通列車、トナイトトレーンが一本運転されることがあった。また、竹下派室から、 カシー線で運用されている、キハ47型、キハ40系機動車や、特急、ユフインの森用のキハ71系、キハ72系機動車が、博多駅から当線内を通り、直方へ回送される場合がある。その場合は、深夜に直方に運ばれ、検査等を受けて、早朝に、竹下派室に戻される。その他、回送列車として、原田線や後東寺線、 北彦山線で運用される機動車が、道路線の一部区間を走行する。これは、当該区間の列車の車両が、直方運輸センター所属であるためである。2016年、平成28年12月22日より、スマートフォンアプリ、JR 九州アプリ内において、リアルタイム列車位置情報システム、どれどれが提供されており、福北豊た線内では、 織尾駅博多駅間のみ提供されている。2018年、平成30年9月28日にラインカラー、駅ナンバリングが設定された。なお、織尾駅黒崎駅間は、鹿児島本線の駅ナンバリングとして表記されている。飯塚市は、福岡都市圏と直結するルートを増やすことで、地区法地区の活性化を図ることを目的として、 福北豊川線の長蛇ヶ原駅と福岡市営地下鉄、空港線の福岡空港駅の接続を目指す民間の促進協議を設立している。その他、イベントなどで485系電車、キハ66系機動車なども乗り入れたことがある。2017年3月3日をもって、若松線の機動車運用は終了し、3月4日より、ベック819系で運用されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。